OK です。いいですか？はい。はい、ではですね、いいですか？はい。はい、ではですね、今日は扁平足の方ですね、足裏の筋肉がちゃんと使えてない方に対しての、トレーニングの動画ですね、やってみたいと思います。で、よく扁平足の方のタオルギャザーっていうですね、使われて足の方で、このタオルを足の下に引いて、タオルをこう手繰り寄せるみたいな、トレーニングをするとかしてくださいねって言われることが多いですけど、これでちょっと今回はこうではなく、もしこれで取れれば上半身の問題ですね。指をねこう曲げたいわけではなくて、地面をこうギュッと捉えていきたいので、今回やるタオルギャザーっていうのはタオルをこう手繰り寄せるというよりかは、こういうふうに指の第一関節の部分ですね、ここにこうシワが寄るような形で地面を握っていく。で、この時に、ここにシワが寄るのと、あとこの足の横幅ですね、ちょっとギュッとすぼまるような感じになると、さらに効果が高いかなと思います。足底筋であったりとか、足裏の中だけで完結している筋肉を動かしていく、これがトレーニングになりますので、扁平足でね、足裏とかがあんまり使えてない方はこういうですね、こんな感じで、15回から20回ぐらいギューッと力入れて抜いて、ギューッと力入れて抜いてというようにしていただけるとよろしいかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい、以上になります。ありがとうございます。